観光施設と鉄道会社が共同開発した地ビールが、伊豆箱根鉄道の1日限定ビール電車で振る舞われました。初めて飲んだ味、さすがに美味しいです。ちょっとフルーティーな感じでね、ちょうどいい感じです。美味しかったです。好評を得ているのは、他では味わえない伊豆箱ビール。伊豆の国市の観光施設、蔵屋鳴沢と三島市の伊豆箱根鉄道が共同開発しました。蔵屋鳴沢が運営するパンシャロビアの山田俊平増上長が、ビール電車で楽しむビールを作ろうと提案しました。運転手さんが一緒に来て、ビールを作るっていうことをしたら、とても面白いんじゃないかと思って、今回のコラボビールが完成しました。先月、伊豆箱根鉄道の運転士、丸山豊さんは、麦芽をお湯に加えて混ぜる糖化の作業をしました。運転士が作るビールなので、テーマは鉄道。一部の鉄道ファンを鉄分が高いと呼ぶことから、鉄分の多いパイナップルとスイカを使いました。7月末に仕込んで、8月末に完成。ビール電車限定380本、120リットルを作りました。華やかな味わいで、いつもとはまた、違った気持ちにさせてくれるビールになっています。非日常の、楽しみを、心から味わっていただければと思います。イベント当日、丸山さんと山田さんらが飾り付けをしたり、テーブルをセットしたり、1日限定パンシャロビアガー電車の準備を進めていました。本日、私これから運転をさせていただきますが、運転手ですね、鉄道に携わる、ものが作ったというのを、思いながら、美味しく、楽しく飲んでいただけたらなと思います。午後5時前、山田さんが運転するパンシャロビアガー電車が三島駅に到着。料金は1人6600円。予約した120人の乗客が電車に乗り込むと、このイベント限定の伊豆箱ビールで乾杯。美味しいです。なんかスイカ入ってるらしい。もう仕事終わりのビールは最高ですね。はい、だこれをいっぱい飲もうと思って、来ました。もうフルーティーで最高。こんなビール飲んだ初めて。このイベントでは、伊豆箱ビールや去年世界のビール品評会で金賞を受賞したビールなど3種類が飲み放題。午後5時半に三島駅を出発して、修善寺駅とを往復します。その間、乗客は職場の同僚や友人たちとビールや食事で盛り上がりました。めっちゃいいです。めっちゃ楽しいです。丸山さんが仕込んでるビールがうまい。景色もいいし、ビールも美味しいし、料理も美味しいし。安全運転に徹した丸山さんと、電車の中でアテンドをした山田さんに手応えを聞くと、皆様喜んでいただいて、もうビール美味しいと言っていただいて、もう作った甲斐があります。本当に美味しい美味しいというお声をいただいているので、もう僕としても励みになるというか、本当に明日からもビール作り頑張ろうという気持ちになりますね。2時間半のイベントで、3種類のビール合計およそ600本、200リットルが消費されたということです。